クリスティアン2世は、ドイツのアンハルトベルンブルク公。アンハルトベルンブルク公、クリスティアン1世とその妻で、ベンテクレンブルク博アルノルト3世の娘である、アンナの間の、第三子、次男として、プファルズ選帝公領の地方総督だった父の認知、アンベルクで生まれた。極めて高度な教育を受け、流暢なイタリア語、フランス語を話した。 1608年から1609年にかけ、いとこのアンハルトデッサウコを制止ハン・カジミールと共に、二人の、自重、マルクス・ベンデリンとペーター・フォン・ゼボッテンドルフに、付き添われて、ジュネーブに留学している。その後、フランス、イタリア、イングランドをめぐるグランドツアーに赴いた。19歳より、生涯の大半を三十年戦争の観南シンクの、 中で過ごすことになったが、クリスティアンはそのことを、日記の中で、私の宿命へと語っている。30年戦争の発端といえる1620年の白山の戦いにおいて、プロテスタント軍の総大将だった父クリスティアン一世は、敗北後に皇帝側から帝国アハ時計を課せられて、法的保護及び所領を失い、国外亡命を余儀なくされた。 父の指揮下で二つの連帯を率いていた、クリスティアン二世は、この戦いの最中に捕虜となったものの、護送された先のウィーン宮廷では幸運にも、神聖ローマ皇帝フェルディナント二世に可愛がられ、翌1621年には、家領のベルンブルクに帰還を許された。クリスティアン二世はまた、叔父のアンハルト系天皇、ルートビヒ一世の仲介で、 貴族文芸サークル、実りを結ぶ会の会員となった。1630年、皇帝の恩赦により帰国していた父が亡くなると同時に、アンハルト・ベルンブルク公となった。打ち続く戦乱によって、ベルンブルク公領では、君主も領民も苦しめられた。知性の初め、ベルンブルクは、皇帝軍の将軍で悪名高いハインリヒ・フォンホルク、白尺の軍勢に侵略、略奪された。 さらに不幸は続き、ベルンブルクはペストが流行して1700人の犠牲者を出した。1636年には、ベルンブルク城が皇帝軍によって襲われたが、70歳の区内、長官ブルクハルト・フォン・エアラッハが勇気を奮い起こして、族を追い払った。クリスティアン2世は1656年に亡くなり、エーゲディエン宮廷教会の公爵カレー病に葬られた。 公爵が生前に残した14巻に上る日記は30年戦争に関する重要な資料となっている。1625年2月28日、アーレンスベックにおいてシュレースビヒホルシュタインゾンダーブルク公、ハンスの娘エレオノーレ・ゾフィーと結婚した。夫妻の間には15人の子女があった。ありがとうございます。